鉄、それはリサイクルできる貴重な資源。私たち城南製鋼所は昭和30年3月創業以来、電気炉メーカーとして半世紀以上にわたり培われた先進技術と最先端設備のもと、鉄筋コンクリート用鋼鋼製造一筋に社会の発展に貢献しています。自然と調和した地球環境に優しいスクラップリサイクル企業として日夜鉄をよみがえらせています。それではローコスト&ハイクオリティを可能とした製造工程の流れを追って見ていきましょう。鉄の製造方法には高炉法と電炉法があり、城南製鋼所では電炉法で製造しています。高炉法では主に鉄鉱石を、電炉法では鉄スクラップを資源量として使用しています。まず最初は製品の原料となる鉄スクラップの受け入れです。運び込まれる原料や副原料はトラック1台ずつ受け入れ検査を行います。医療用機器や各種分析装置など、我々の生活の中には放射線を利用したものがたくさんあります。鉄スクラップの中に放射性物質が混入していないか、放射線検出モニターで検査し、モニターに反応があれば返品となります。受け入れ検査に合格したものだけがスクラップヤードへと運ばれます。こうした原料のほとんどが市内の一般家庭や工場で発生する鉄スクラップとなっています。建物の骨組みとして使われていた鋼材、リサイクルで回収した空き缶、自動車で使われる鉄板を加工した際に残る単材など、種々さまざまあります。集められた鉄スクラップはマグネットクレーンにて荷下ろしし、等級ごとにヤード内で選別をします。その後は溶かした時の化学成分が均一となるよう、等級別のスクラップを配合し電気炉へ挿入します。3本の電極を使用し、アーク放電により鉄スクラップを溶解します。最終的に1600度まで溶鋼を加熱します。溶鋼中の不純物の除去や副原料の添加で化学成分の調整を行います。化学成分は機械的性質に大きな影響を与えます。化学成分分析用の試料を専用サンプラーを用いて溶鋼から採取します。最新の発酵分光分析装置によって4回以上化学成分検査を実施し、規格に合格するように成分調整されます。不純物の除去や化学成分の調整に必要な副原料はコンピューター制御により自動的に計量・投入が行われます。そして出鋼です。当社の電気炉は1回の出鋼量がおよそ70トン、1日約1750トンの生産が可能となります。電気炉で溶解された溶鋼は次に連続鋳造機に運ばれ、半製品となるビレットを生産します。トリベ、そしてタンディッシュ内の溶鋼量は自動計量されており、リアルタイムで残量が分かるようになっています。さらにモールド内の溶鋼レベルも自動制御、省力化を実現しました。連続鋳造機では煮込み開始から次の圧延工程への搬送までのほとんどが自動化されています。城南製鋼所では 125mm 角およそ 4m で生産しています。ビレットに割れや変形がないかチェックを行います。
切断されたビレットは1本1本計量検査が自動で行われ、圧縁施設へ向かうトンネルへ搬送されます。城南製鋼所にも加熱炉がありますが、通常は使用されず、そのまま圧縁工程へ送られます。これをダイレクト圧縁と呼び、使用電力、ガス量を大幅に低減、省エネ化を実現しています。圧縁ラインでビレットは18台の圧縁機を通り、最後の圧縁機で圧縁ロールにより節やマークが刻印され、鋼鋼としての形を整えていきます。中でも K1 番ロールから K10 番ロールまで、イタリアダニエリ社製の最新鋭カンチレバーミルを日本で初めて導入、 HV 方式、そしてスリット圧縁の採用によって品質・生産性の向上と省力化を同時に実現しました。また圧縁機を回すミルモーターは交流水冷式インバーター制御を採用。これは日本で城南製鋼所が初めて導入した設備です。こうして製品として形を整えた鋼鋼は冷却槽で冷却されます。冷却された鋼鋼は精製ラインへ送られます。ここで外観検査が行われ、規定の長さに切断されます。切断機はダウンカット方式を採用。刃渡り 1300mm のカッターによって重ね切りを防止するとともに、押さえ装置とチルチング装置によって切断時の曲がりをなくすように配慮されています。横位相装置で運ばれた鋼鋼は6台の小結束機へ運ばれて結束されます。その後2台の大結束機によって結束されます。大結束機は二重巻きも可能としました。城南製鋼所の製品が高品質を維持し続けている秘密、それは各工程で厳しい基準で行われている工程管理と検査にあります。これは出来上がった製品の機械的性質の検査です。万能試験機、曲げ試験機によって高負点、引っ張り強さ、伸び、曲げなどの検査を実施しています。この他にもより良い製品作りを目指して、各工程において JIS 規格より厳しい社内規格を設定し、厳密な品質検査、工程管理を実施しています。こうした様々な検査すべてに合格した製品だからこそ、城南製鋼所はお客様に信頼をお約束できるのです。ご注文いただいた明細ごとにトレーラーへ積み込みます。このトレーラーでは最長12メートルまで運ぶことができます。積み込みを終えたトレーラーは台間へと向かいます。ここで出荷の最終確認を行い、納期に合わせて安全かつ迅速にお客様のもとへお届けします。こうして城南製鋼所によって新たに命を吹き込まれた鉄は、鉄筋コンクリート用鋼鋼として人々の暮らしに深く関わっています。確かな技術と品質を明日へ。従業員数160名、工場敷地2万500平方メートル、
工場建物1万3000平方メートル、鉄筋コンクリート用防鋼ビレット生産販売、生産能力月産4万5000トン管理体制として JIS ISO はもとより、中でも労働安全衛生マネジメントシステム、職場の労働安全衛生を向上させるルールや仕組みの ISO を取得しています。より優れた高品質な製品作りを日夜目指し、環境に優しい資源循環型社会を構築することを使命として邁進しています。確かな技術と品質を明日へ。株式会社城南製鋼所。